はい、皆さんこんにちは。アメリカのカリフォルニア、2月8日、8日ですね、8日、木曜日でございます。今日もアマイシカリフォルニアアメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、まあ今日も盛りだくさんなんですけれども、ですね、大谷さんと山本由伸がですね、ドジャーズに入った、まあこの写真なんですけど、今頃ね、どういう理由だったのか、いろいろ、まあそういう情報が入っておりますので、皆様にお送りしたいと思います。それから、大谷翔平&ベッツがね、二人とも MVP なんですけど、ロッカーがね、隣年、いいですね。大谷さんがでかいからね、もう無期ベストで、ベラベラベラお互いに英語を喋ったりなんかされる、最高ですね、これは。それと同時にですね、大谷翔平は10年、契約でですね、終了後に当然ですよね、他に州に行って、やはりね、州税払いたくないということで、大谷さんじゃなくても、そういうアメリカのシステムになってるわけだから、別に他のもう情報はね、いや、そんなの当然でしょう、そんなの言うことはないじゃないですかって、もうみんなやってることだしということで、まあそういう情報も入ってきております。それで大谷翔平がね、3番起用は正しいという。本当かいな、一番今、俺はね、たまにはね、左でね、ちょっと変えてほしい時あるんだけどね。まあその辺はコーチ、我々もちっちゃい子、まあね、わかりました。それから、24年の MVP 候補、誰ですか？ダークホースは誰ですか？という情報も入っておりますね。当然、大谷さんも入っております。まあ番号か順番があって、で、大谷さんも、まあ、入っておりますので、その情報も多い。他の人は名前だけで、大谷さんの方は情報が少しお伝えたいしてね。他の人に申し訳ないけど、そういうあれでございますので、今日もよろしくお願い申し上げます。それでは行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、Ladies and gentlemen, from United States of America, Hollywood and Universal Studio, California! はい、ということで今日はさらっていきたいと思っておりますけどね。Japan, Iwate Prefecture!Excuse me. 花巻東高校 Dodgers number 17 Shohei Ohtani デコピーンということでございますね。アメリカの方ではデコイと言われておりますけどね。まあということで、これも行きましょう。そして We love LA number 17 Mr. Shohei Ohtani で、ラストはこちらですね。これをね、見ないわけにいかないですね。まあ、まあ、本当に、ダウンタウン、ロスエンジェルスで、この写真がね、大好きでございます。これはね、アレックスの、このアーヴァイン・ドルフィンのコーナーでだけで、こういうふうになっておりますので、他は見られませんよ、皆さん、ってね。ということでございまして、じゃあ行きましょうか、今日もね。参ります。はい、今日は、じゃあこの辺から行きましょう。はい、どうぞ。二人ね、おじさんたちが。それとでも笑っております、大谷さんもね。ねえ、すごいお金がね、あなたはすごい子だね、頑張れよーって言って、まあ何話して、まあ行きましょうか。はい、どうぞ。はい。現地記者が語る大谷翔平&山本由伸両方取りの理由、ドジャースが求めた結果だけではないもの。年が明けてから、米ケーブルテレビ局 ESPN の電子版、ESPN.com でロサンゼルスエリアの野球記者を務めるアルデン・ゴンザレスから連絡があった。大谷翔平と山本由伸、この二人と契約したことで日本におけるドジャースの存在感はどうなっているのか、取材の依頼だったが、こちらもドジャースが大谷、山本を同時補強した裏側を聞きたいと伝えると、相互取材という形になった。おそらくドジャースが日本での知名度を上げるために大谷、山本を必要としたかといえば、そうとは言えない。1995年に野茂英雄が移籍して以来、ダルビッシュ、ユー、パドレス、前田健太、タイガース、黒田博樹ら多くの日本人選手がドジャースのユニフォームに袖を通してきた。また、カーク・ギブソンがワールドシリーズで放ったサヨナラ本塁打、サンディ・コーファックスの完全試合を含む4年連続ノーヒットノーランなど、偉業に彩られた様々な歴史はその都度日本にも伝えられてきた。よってドジャースという名前は
メジャーリーグのチームの中でもヤンキース、マリナーズと並んで日本人ファンにとって身近な存在であり続けてきたのである。恩恵という言葉を使うなら、エンゼルスの方がよりそれを受けてきたのではないか。大谷移籍7億ドルは衝撃、ドジャースはビジネスで大勝利。大谷、山本両取りで日本市場開拓も視野に、ESPN ら担当記者の移籍評論。大谷翔平はトロントに惹かれていた？移籍騒動で推理ゲームが加熱。FA なのに情報が一切なかった ESPN ら担当記者の移籍評論に。そんな会話を一通り交わした後、まずは大谷の7億ドルという契約総額について、率直にどう思ったか聞いてみると、正直に言って驚いた、とゴンザレス記者は即答した。なぜなら昨年のシーズン前、自分も含めて多くの人が、契約総額は5億ドルぐらいじゃないかと予想していた。それでも信じられないような額だった。昨年は、前半の時点で MVP、最優秀選手、間違いなしと言われるほど、5億ドルの契約が現実味を増したが、8月に入って右肘の靭帯を損傷。9月に入ってメスを入れると、価値が下がるとの見方もあった。ゴンザレス記者も、5億ドルは難しいかと思われた、と予想したそうだが、結局は7億ドルで決着。しかも、ジャイアンツも同額でオファーをしている。え、そうなんだ。驚かない人はいないと思う。その後、ドジャースは山本と12年総額3億2500万ドルで契約。うん、これにもまた驚かされた、うん。ゴンザレス記者も否定しなかった。ドジャースは資金力があると評判だった。ただ彼らは、これまで巨額契約を避けてきた。なぜか投資に消極的で、アンドリュー・フリードマン編成本部長は批判にもさらされていた。彼は9桁の契約をほとんどしないから。その理由について、かつてフリードマン編成本部長はこう話したことがある。うん、FA、フリーエージェント、市場で合理的な考えに徹すれば、常に3番目にしかなれない。契約年数をあと1年加える。あとわずか年俸を上積みする。そうすれば契約できたかもしれないが、上限に厳格なラインを引き、合理的かどうかで最終判断。フリードマン編成本部長は、ドジャースの GM になってからその考えを貫いてきた。うん、ただ、結果として FA、フリーエージェント、だったブライス・ハーパー、フィリーズ、ゲリット・コール、ヤンキースを逃し、自分のチームから FA となったコーリー・シーガー、レンジャーズ、トレーターナー、フィリーズとの再契約にも失敗。最後の3球団には残れるが、自らが定めたルールに縛られ、最後の一押しを欠く。それでも勝ってきたのでファンの不満は抑えられていたが、プレーオフでは勝ちきれず、合理的な戦略にも限界が見えていた。二人が加わったからといって勝てる保証はないけれど、彼らはチームをもう一つ上に引き上げてくれると期待している。うん、彼らとの契約にはそんな含みがあるよう。おお、なるほど。もっともゴンザレス記者は山本の契約に関して大谷からのプレッシャーという捉え方もしていた。大谷の契約の大半が後払いになったことで、ドジャースに好選手を獲得するようプレッシャーをかけたことにもなった。おお、なるほどね。それによってドジャースは山本のような好選手の獲得をしなければならないという状況にもなっていた。うん、後払い契約によって資金に余裕ができたというより、分かってるよね、という大谷からの無言の圧力が、さらなる大型契約を迫った、ということか。もっとも、ドジャースは過去11年で、10シーズンも地区優勝しており、11年連続でプレーオフに出場中。昨年は苦戦を予想する声もあったが、結局は100勝を挙げた。すごいよね。ということは、彼らは必ずしも、勝つために大谷、山本に10億ドルを超える投資をする必要はなかったのではないか。うん、ゴンザレス記者も、そうかもしれない、と同意しつつ、続けた。結果だけではないものを、ドジャースは彼らに求めている。
昨季のドジャースは世代交代のタイミングを迎えていた。それでも彼らが勝てたのは層の厚さがあってこそだが、翔平らの獲得は勝つこと以上のところにあり、ビジネスの拡大も視野にある。市場を日本にも拡大することで、さらなるリターンが期待できる。それくらい彼らには人気があるから、勝つことだけではなく、その先にあるものをドジャースは大谷と山本の契約に見出したのではないか。その視点が彼自身の企画につながっているようだ。なるほど、裏の裏考えていらっしゃいますけどね。はい、続きましてこちら行きましょう。隣、ムーキー別のロッカが大谷さんの隣ということでございます。行きましょう。現地記者が語る大谷翔平&山本由伸両方取りの理由、ドジャースが求めた結果だけではないもの。年が明けてから米ケーブルテレビ局ESPN の電子版、こういうことも皆さんあるんですね。全くこのこれとこれと同じものをこっちに置いてしまいましたね。でこれを探すのを今生放送なんで流す大変。まあとにかくね、あの大谷さんはもうとにかくもうあの彼と一緒に近くに、まああのその隣に、ロッカーがあるという情報でしたね。そういうことでごめんなさいね。じゃあこっちの方行きましょうね。こちらはですね、そのインカムタックスをね、大谷さんが、まあ、あの所得税をのない州なんですけど、まあ、ここに、まあ、とりあえず行くとしたらフロリダかですね、テキサスかなというふうにみんな言われてるんですね。で、これ両方ともその、まあ、テネシーはね、もうほとんどあれだから、ここを見たら分かりますね、分かりやすいんでね。テキサスがない、フロリダがない、それからアラスカがない、ニバダがない、ワイオミングがない、ワシントンですね、これね、ワシントン。こちらがワイオミングですね。でもワイオミングはと、サウスダコーダ、ここはね、野球がないので、ニューハンプシャーもない、これ NH ね。テネシーもない。結果は1、2ですね。だからここ、どっかですよね。みんなね、タイガー・ウッズもね、あれされた時に、ここの近くに住んでましたけれども、結局はフロリダに行きましたね。音楽もお金をいっぱいもらえたら、州税が払わないで済むということで、大谷さんも多分、テキサスかこちらに行かれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今のところ何とも言えないですね。10年というと長年でございます。はい、じゃあ行きましょう。こちらは大丈夫ですかね。行きましょう。はい、どうぞ。大谷翔平、10年契約終了後の動きが発覚。米アナリストは確信、当然そうなるよ。当然そうなるよと。やっぱりね。はい。で、大谷翔平選手はロサンゼルスドジャースと10年総額7億ドル、約1040億円の超大型契約を結んだが、その大半にあたる6億8000万ドル、約1010億円を契約満了後の後払いとした。繰り延べされた契約金を受け取る時期にカリフォルニア州を去る可能性があるため批判の声もあるが、米メディアフォックススポーツでアナリストを務めるチャーリー・ハート氏は、同州を離れるのは必然との見解を示している。インドメディアスポーツキーダーが報じた。ドジャースとの契約期間である10年間、大谷は年俸200万ドル、約3億円だけ受け取る予定だ。そして10年後の2034年から2043年まで残りの契約金が支払われる。大谷が後払いの契約金を受け取る時期にカリフォルニア州から別の地域へ移住した場合、同州は9800万ドル、約146億円の税収を逃すとされている。そのためカリフォルニア州会計監査官のマリア・コーエン氏が苦言を呈していた。大谷の後払い契約に対する批判の声も上がる中、ハート氏はもちろん、彼は将来フロリダに移るだろう。もちろん、テキサスに移ることだってあり得る。あり得るね。なぜ、そうすべきではないと言えるのか。うん、彼はシステムを利用していると言えるが、税率が 14% 以上だと当然そうなるよ、と語り、高い税率が移住を促す原因になるとの見解を示している。はっきり言ってますもんね。
はい、ということでこの情報では、テキサスかフロリダということをおっしゃってましたね。まあでも長年でございますんで、皆さんと一緒にね、私も健康であればどんどんやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、まあまたもう一回見せましょうね。はい、State with a no income tax、所得税のない州、要するに州税がない、でもフェデラルはありますね。はい、ということでございますね。これまあね、これワシントン、ネバダ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 九州がですね、税金はいらない、ないですよと。その中で野球やるところはテキサスとフロリダですね。まあ他もニューヨークも あるんですけど、ここは税がかかります。それ以外は全部税がかかりますね、ということでございます。はい、じゃあ行きましょう。はい、次はこちらでございます。大谷翔平の3番起用はドジャー。1,2,3、本当はね、大谷さんが2番がいいんじゃないかというのはね、彼が3番にこっちに来た方が、大谷さんが間にプロテクトされるんですよね。要するに大谷さんを歩かしたら後が大変だと、あるいは今度は逆に彼を高さ後が大変だと、まあその辺はどうなるか分かりませんが、とりあえずそういうことになっております。はい、どうぞ行きましょう。大谷翔平の3番起用は正しい？うん、うん、ドジャースファンが意見したピッチャーが逃れられない打順とは。今オフにドジャースと10年総額7億ドル約1015億円の超巨額契約を締結した大谷翔平。希代の天才スラッガーの起用法が注目を集めている。うん、優勝以外は失敗、そう意気込む移籍1年目だけに起用法は何よりも重要だ。今シーズンの大谷は昨年9月に行った右肘側副靭帯損傷の手術からのリハビリのため DH 専任となる。現時点での打撃面への影響はないと見られており、本人も現地時間2月3日に行われたファンフェスタにおいて、このスケジュールで行けば間に合うかなと思いますと明言。開幕に向けて順調な回復を伺わせた。となるとますます気になるのが大谷の打順だ。ドジャースを率いるブライアン・ロバーツ監督は先日のファンフェスタで1番、2番、3番まだどこに入れるのか決めていないとし、未だ熟考中といった様子。ここからコンディション次第とチームでの話し合いで決めていく方針を明らかにしている。では現地の熱心なドジャースファンは大谷が何番を打つのがふさわしいと考えているのか。うん、同球団の専門サイトドッジャーズネーションが公式 X 旧 Twitter で、翔平大谷が3番を打つのは好きですか、それともあなたは他の打順で起用しますかと問いかけると、うん、ありとあらゆる意見が殺到。うん、次のようなアイディアが寄せられた。彼は早いから私なら一番を打たせる。ベッツ、フリーマン、大谷。これこそ野球史上最高の1,2,3パンチになる。先頭打者はムーキー、2番は翔平。フレディは3番だ。うん、翔平の後ろをフレディというもう一人のベストバッターに打たせて、ピッチャーが翔平から逃れられないようにしたい。うん、ムーキーとフレディが1番と2番を打つことで、素晴らしい相乗効果を発揮している。もちろん、僕は翔平の打点も増えると思っているし、彼の後ろにスミスとマンシーがいれば、ピッチャーにとっても難しいはずだ。うん、ファンの見解では、現地メディアでもしきりに囁かれている3番大谷に対する反応は概ね良好と言える。果たして、7億ドルも費やした異彩をドジャース首脳陣はいかに生かすか？ロバーツ監督の手腕が注目される。確かにそうですね。ただこういうことも考えるんですね、皆さん。左ピッチャーの場合はムーキー別、右ピッチャーの場合は大谷一番に、これもいいかもしれないですけどね。まあどうさなさるかですね、注目でございます。はい、続きましてこちらですね。はい、どうぞ。はい、MVP のお気に入りとダークホースを選ぶのに早すぎるということはありません。うん、
シーズンプレビューシリーズの第1弾として、うん、MLB.com の数人のリサーチャーが今年の MVP 賞のトップピック及びアウトサイドショットを選出した、うん、24年の MVP 候補は誰ですか、うん、ダークホースは誰ですか。2023シーズンは2つのモンスター MVP 賞を受賞したキャンペーンをもたらしました、うん、大谷翔平は再び二刀流のセンセーションを巻き起こし、野球場で人間が達成できる限界を押し広げた、うん、ロナルド・アクーニャ・ジュニアは2018年に早熟な二十歳としてメジャーに躍り出て以来、運命のように思われていたシーズン中の驚異的なパフォーマンスをまとめ上げ、その過程でパワースピード記録を樹立した。春季トレーニングを目前に控え、2013年のミゲル・カブレラ以来となる MLB 初の連覇を狙う両者は、再び有力な MVP 候補に見えている。しかし、大谷はナ・リーグ初シーズンで DH の役割に限られており、他の多くの才能あるプレイヤーがすぐ後ろにいますが、確かに保証はありません。では、2024年のア・リーグとナ・リーグの MVP 賞の最有力候補は誰になるだろうか。今後注目すべきダークホース候補は誰でしょうか。 MLB.com は5人のライターからなる委員会を招集し、選んだ記事を作成し、その考えを説明しました。はい、説明しますということでございます。じゃあ参りましょうか。これでございますね。はい、もう他は名前だけでございます。大谷さんはちょっと内容があります。はい、じゃあ行きましょう。はいはい、アメリカンリーグのお気に入り選手。1、フリオ・ロドリゲス、センター CF、マリナーズ。あ、この人ですね。2023年 MVP4 位。2、フアンソト、ライト RF、ね、ヤンキース。今ヤンキースやりましたね。2023年 MVP6 位。はい。3、コーリー・シーガー、ショート SS、レンジャーズ。コーリー・シーガー。2023年 MVP2 位。小石がいないですね。4、アーロン・ジャッジ、センター CF、はい、ヤンキース。アーロン・ジャッジもいないですね。はい。2023年 MVP フィニッシュ、15位。うん。5、アドリー・ラッチマン、キャッチャー C、オリオールズ。2023年 MVP、9位。ナショナルリーグのお気に入り。1、ムーキー・ベッツ、セコンドに B、ドジャース。2023年 MVP、2位。2、ロナルド・アクーニャ・ジュニア、ライト RF、ブレーブス。2023 MVP フィニッシュ、満場一致でナ・リーグ優勝。3、大谷翔平、指名打者 DH、ドジャース。2023 MVP フィニッシュ、満場一致でア・リーグ優勝。Yeah! フルタイムの指名打者で MVP 賞を受賞した選手はいない。うん、ポール・モリター、1993年、フランク・トーマス、2000年、デビッド・オルティス、2005年がそれぞれ2位となった。しかし、その扉を打ち破ることができる人がいるとすれば、うん、それは大谷だ、うん。二刀流のスーパースターが昨年9月に右肘手術を受け、2024年に投げることができなくなると発表されるやいなや、うん、多くの人が今年のキャリア3度目となる MVP 賞を獲得する大谷のチャンスは潰れたと考えた、うん、しかし大谷が投球と打撃に集中力を分けられないことを考えてみると、その結果彼が過去2回の MVP キャンペーンで出した驚異的な数字をも上回る攻撃力が見られるかもしれない。4、フェルナンド・タティス・ジュニア、ライト RF、パドレス。2023年 MVP、14位。5、コービン・キャロル、ライト RF、D バックス、うん。これですね。はい。2023年 MVP、5位。はい、ということでございます。お谷様入っておりますけどね。まあ、どうなるやらっていうことで皆さんで、見守っていきたいと思っております。はい、続きまして最後の話になりましたけれどもね、こちらでございます。はい、大谷翔平のアスリート長者番付が16位、日本人でね、で野球界では1位ということになっておりますけど、これも聞きましょうか。はい、どうぞお願いします。大谷翔平
アスリート長者番付で16位、日本人唯一&野球界1位、うん、2023年の収入は103億円。おお。米メディア、スポルティコが発表、トップ100圏外から大幅ランクアップ。はい。米メディア、スポルティコは7日、日本時間8日、2023年度の最も稼いだ100人のアスリートを発表した。ドジャースの大谷翔平投手は16位にランクインし、野球界では1位となった。2022年度のトップ100圏外から大幅ランクアップとなった、うん。日本人で大谷以外にランクインした選手はいなかった。大谷はサラリー3000万ドル、約44億4000万円、エンドースメント、広告収入、4000万ドル、約59億2600万円、計7000万ドル、約103億7000万円でだった。野球界からは大谷の他に、エンゼルスのマイク・トラウト外野手、58位、アンソニー・レンドン内野手、69位、ら13選手がランクインしている。1位はクリスティアーノ・ロナウド、2億7500万ドル、407億4000万円。2位はジョン・ラーム、2億300万ドル、300億7000万円。3位はリオネル・メッシ、1億3000万ドル、192億5000万円。競技別に見ると、バスケットボール界から最多の40人がランクインしている。野球界のトップ100ランクイン選手。16位、大谷翔平、ドジャース、7000万ドル。20位、マックス・シャーザー、レンジャーズ、6080万ドル。48位、ジャスティン・バーランダー、アストロズ、4450万ドル。向いちゃったね。49位、アーロン・ジャッジ、ヤンキース、4400万ドル。58位、マイク・トラウト、エンゼルス、4050万ドル。69位、アンソニー・レンドン、エンゼルス、3830万ドル。76位、ゲリット・コール、ヤンキース、3750万ドル。76位、コーリー・シーガー、レンジャーズ、3750万ドル。79位、カルロス・コレア、ツインズ、3700万ドル。92位、スティーブン・ストラスバーグ、ナショナルズ、3360万ドル。94位ブライス・ハーパー、フィリーズ、3320万ドル。97位ミゲル・カブレラ、タイガース、3280万ドル。99位ジャンカルロス・スタントン、ヤンキース、3260万ドル。いやいやいや、もう本当にみんな取り越していっちゃったね。それも取りすがりさんみたいな。素晴らしいですね、大谷さん。はい、ということでございまして。皆様とやってまいりました。メッセージもう一回言い返していただきます。少々お待ちください。はい、ということでございまして、残念ながら今日は、メッセージがありません。じゃあということで、どんどん、まあ、今からおしたいたものをもうお急ぎで、はい、こちらですね、大谷さんがもうあの、MVP、 今年の MVP に入っております。はい、そして、大谷さんの3番起用、大谷さん3番、ムーキーベースとフリディ・フリーマンと3番。ムーキーベースは今内野セコンド守ってます。たまにショートもやります。こちらは一塁、大谷さんは DH ね。そしてこちらね、大谷さんはいずれどこ行くんだろうね。10年後、やっぱりテキサスかフロリダっていうふうに言われております。これはですね、また明日これをお送りしたいと思いますので、一旦これ外しましょうね。こう下の方に持っていきますので。で、また、あの、これを後でお送りいたしますね。明日でもね。はい、ということで、そんなことでしたっけね。はい、そしてこれは、ま、あの、これも情報で、要するに、大谷さんが、その、なんと言います、山本由伸、理由は何でやったのか、どうして取ったのか、やっぱりね、それ裏の裏があって、将来的に日本もあれだし、いろんなことをやっぱりね、あの先ほど話しましたようにこうあったところでございます。ということで、ここで皆様にさよならする時間がやってまいりました。はい、それでは皆さん、 See you later alligator。 はい、
See you later. Alligator. はい、それでは皆さんまた明日お目にかかります。どうもありがとうございました。